ボックスも。皆さんどうもこんにちは、ボックスモノコウスケです。ミホです。今日は番外編ということでゆるりとやっていきましょう。はい、2人ですね。うん、今日はですね、はい、あの小松さんこの間ゲストで来てくれたじゃないですか。はいはいはい、小松さんそのスーツですね、タスク管理のツールをねリリースされたじゃないですか。はいはい、そこで、はい、コウスケさんタスク管理どうしてますか的な。いやーね、どうよ、どうしてますか。逆に聞きたい。引き返されたよ。逆に聞きたい。社長どれぐらいタスクあんの？忙しそう。いや、いっぱいあるよ。やっぱそうだよね。いや、なんかさ、うん、今やんなきゃいけないのと後でやんなきゃいけないのとかなんかさ、いっぱいあるじゃない。あるある。うん、中長期的なものと短期的なもの。そう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 。で、まあ重要なもの、うん、緊急なものなんかいろいろあるじゃないですか。ある。まあ僕はあのその、うん、小松さん会の時にもちょびっと言ったんですけど、うん、もうタスク管理ツール難民なんですよ。はいはい、うん、言ってたね。そういえばそうだから、うん、まあノートでやる時もあれば、うん、iPad のノートでやる時もあれば、あーばらけちゃうやつ。そうそうそう。であとはやっぱこれもアプリでやろうってことで、なんかトゥードゥイスト使ったり、アサナ使ったり、うん、なんかもっと最近だとなんかモーションって知ってます？わかんない。モーションアップっていうのがあって、うん、タスク入力するじゃないですか、うん、そしたら重要度とかと見積もりみたいなのも時間数入れると、もう勝手に Google カレンダーと連携して空き時間にお前これやれってなんか勝手に AI みたいなのがやってくんの。やべ、うん、で、おすげえじゃん、すげえじゃん、こいつの言う通りにやっときゃいいんじゃんみたいな思うじゃん。うん、まあ、一生終わんないよね。え、何それ。いや、なんかさ、まあ、なんか設定にもよるんだろうけど、うんうんうん、なんかミーティングがあります、うん、ミーティングとミーティングの間に1時間空いてます、うんうん、じゃあできるよねみたいなこと言われてくるんやけど、うんうん、ちょっと休憩させて。確かに確かに。そうね、そうか、そういうことね。まあそうそうそう、まあ、AI ちゃんちょっとそこはみたいな。そうそうそう、だからそこで多分バッファ取るみたいな設定が多分あるんだろうけど、うんうんうん、まあなんか結局こう詰め込まれてもなんか逆に嫌みたいななって、でなんかできないし、やっぱその差し込みのタスクとかあるから、うん、結局さその通りいかないじゃん、うんうん、するとなんかどん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 そのまたタスクを完了しないからリスケされて、はい、またなんかこう次の日のスケジュールみたいなポンポンポン出てきて、そうだあってなって、いやまあなんかねそういうツールも試したりしたんですけど、うん、はい、そうだね、ちょっとそれは心がヘルシーじゃない感じがするね。そうなんですよ、わかる。で最近行き着いたんですけど、メモ帳がやっぱ一番いいんじゃないかなと思って。手書き？いや、スマホ。スマホ、うんうんうん、あのだからアップルのやつよね。はいはいはい、はいはい、あの黄色い一番あのベーシックな。そう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 。あれに、うんうん、とりあえず全部書くことに最近や心がけてるんですよ。うん、やばい、同じ。あ、ほんと？うん、書く、とりあえず書く。そうそうそう。で、その中で見直すというか、うん、何でも書けるじゃない。書ける、うん、だからこれをやるやらないとか、その備忘録トゥードゥーもそうだしメモもそうだし、うん、全部そこに入れると、うんうん、でその中で、まあ、まずねその何が肝かというと、そのスマホでも移動中にささっと入力できるのがいいのよ。わかる。ね、ね、アプリでもいいんだけど、うん、なんか結局、うん、これ俺が思いついたクレジットカードを申し込もうっていうのは、うん、一体どのジャンルのタスクになるんだろうみたいな。ならない？それな、なるじゃん。ほんとそれ、うん、そう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 。でさ、いや、うん、これは総務、いやめっちゃわかりみ、え、事務、うん、いやでその間に入れるるやんみたいな、なんかさそういうのがなんかすごい嫌で。わかる。いや、ってかそこで止まるじゃない。そうなんだよね、うん、どこに入れればいいのか問題ある。あるある、めっちゃある、うんうん、それをもう全部メモ帳を1個にしてバーンと入れると。で終わったらもうデリートする、消す、うん、にしたらなんか忘れなくなってきた、うん、細かいことを、細かいこともちゃんと思いついた時にメモすると忘れなくない？忘れない。いや、すごいなと思って、うん、メモ帳神だよね、うん、メモ帳がやっぱりフリーハンドっていうか、そのなんか入力項目とかさ、担当とかその期日とかっていうのはタスクまで落ちたらいいんだけどさ、その前のちょっとメモとかその日常生活のものにはやっぱ向かないじゃん。そうなんだよね、いつ終えれるかも分かんないし、うん、ということで一回そのなんかプールする場所みたいな感じでメモ帳作ってて、その中で優先順位決めて今日はこれやるみたいなのをやりだしたら、なんか結構進んでいる感じがする。うん、そのコントロールできている感がしますよね。いいね、いいね、うん、
あと僕も結構あれやってこれやってあれやってってなりがちなんですけど、うん、1個これやるって決めたらもうそれ終わるまでそれ以外のこと絶対やらないという強い意志を持つようにしています。えらい、うん、でもさそのさ時間を作るの大変じゃない？そのタスク集中するためのその辺どうしてる？いやそれはもう最近そのうちの会社でそのプリンシパルといって、まあ、うちの会社の原理原則っていうのを僕が考えていることを全部、まあ、そんな綺麗にじゃないですけど文章にしてみんなに発表したんです、うん、僕があれこうしてねこうしてねって言っている手順だけだと、うん、なんでそれをやれって言って言われているのか分かんないじゃない？そう最近2人、うん、あの新しい子が入ってくれたので、まあ、その人たちのオンボーディングの中でやっぱ作業指示だけしてても、まあ、その時はまあそうやってくれるんだけど漏れるじゃない、うん、だからそうあつまりどういうことかというとなんでこれをやらなきゃいけないのかっていうのは伝わってないんだなと思ったのよね、うんうんうん、だからその根っこの部分そのプリンシパルって言ったんだけど、まあ、原理原則その OS みたいなその思考回路みたいなところから説明したんですよ、うんうん、そしたら結構変わってくれて、すごい。そう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 、うん、痛い、あ、うん、そういうことだったから渡辺さんはそういうふうなことをやってって言ってたのね、うん、じゃあこういう場合も同じ考え方したらこうするべきだよねみたいなことが分かるじゃん。成長、うん、そう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 、だからあ、うん、なるほどねと、なんか今までそのなんか一緒にこうやりながら覚えてってだって組み立てていったものじゃん、うん、だから今いるメンバーはもうずっと初期からずっといる人たちなんで、うん、なんか自然とそういうものが形作られていった中にいたんで、うん、なんか割とあうんの呼吸の中にいるんですけど、うんうんうん、それがそのあうんの呼吸の中にプッて入ってきたら分かんないじゃない、そうだからそこのその、うん、あのベースとなるところをシェアしたら結構うまくいくようになったの、でその中でそのフォーカスタイムっていうのを作りましょうと、ほうほうほう、うん、でいいね、その集中して仕事をしたい時は、うん、チームに宣言してやりましょうと、うん、なんで例えば1時から3時の間、うん、僕はこのタスク例えばちょっと YouTube の動画撮んなきゃいけないとか、うん、台本作んなきゃいけないとか、うん、っていうのがあればカレンダーに入れて、うん、スラックのステータスを変えれるじゃない、うん、それちょっと何時から何時まであの返信できませんみたいな書いといてくれれば、うん、全然いいよと、周りがフォローするからと、うん、っていうかもうむしろそういうのをもっともう積極的に使って集中できる時間を作んないと無理じゃん、うん、スラック飛んでくるし電話かかってくるし、うん、だからそういうのはもうチームとしてそういう共通理解を作って誰でもこう自分で集中したいときはやろうぜっていうのを決めました。おーいいね、うん、めっちゃいいやん。そう、まあ元やりだしたばっかなんで、うん、あ、まあ、まあまあこれからですけど、うんうんうん、まあ方向性としてはいいかなと思ってます。いいね、はい、染み入ってるね。めっちゃいいじゃん。え、美穂さんは、え、同じなの？そう、今行き着いてる結果は同じメモ帳で、うんうん、でも結構同じで、私そのプロジェクトマネージメントをやってた。あ、そうですよね。もうめちゃくちゃいろんなところに散らばってるでしょ。そう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 。進捗管理やら。あ、そうそうそう。で、昔なんていうかな、そのプロジェクトのタスクはだからその、うん、プロジェクト管理ツールを使えばよかったけど、うん、そのさっきコウスケさんが言ってたそのプロジェクトから漏れる作業をやっぱ落としちゃうじゃん、うんうん、でしかもそのプロジェクトいっぱいあるから下手したら管理ツールが違うとかもあるし、あ、その管理ツールの中でも複数プロジェクトが立ってて、ね、で、うん、あのイケてるかあのプロジェクト管理ツールだとそのプロジェクトをまたいだタスク一覧とか出してくれるんですよ、うん、それはありがたいんだけど管理ツール別になった瞬間に死ぬみたいな、うん、なるほどねっていうのが起こるし、あとその例えば研修だの、その自分の評価記入だのみたいな、そういうプロジェクト、ああ、プロジェクトではないその会社のタスクみたいなやつね。そう、はい、それがね、はい、漏れるんだよね。やっぱだから結果メモ帳紙ってなってって、でもそのプロジェクトのタスク管理って意味では私もでも本当にこれがベストみたいなツールは本当に実はなくて、うん、っていうのも1プロジェクトの管理はできるんだけど結局そのプロジェクトって、うん、会社のその事業方針があります、このサービスの事業方針があります、うん、例えば2040年までにこの売り上げになってそれまでにこういうサービスになっているみたいな未来があって戦略があって、うん、その中でそのためにじゃあこのプロジェクトでは今これをやりましょうとか、あと大人のプロジェクトはこれをやってますみたいな、でそこの横連携とかもあるじゃん、うん、なんかそういうのをちゃんと
関連させてプロジェクトのタスク管理ができるみたいのはないのよ。あ、そう、なるほど。このタスク、実はこのプロジェクトのこのタスクとこのプロジェクトのこのタスクってめちゃめちゃ関連性あるから、ここで情報共有していかないと死ぬみたいなのがあるんだけど、そういうのがねやっぱできないから、結局その各プロジェクトのマネージャーがみんなで集まってどうするみたいな話するのよなんかでもそれしかないんじゃない、 それしかないと思うんだけど、でも関連性のある、例えばその、うん、ターゲティング戦略とブランディング戦略ってすっごい密接なの、うん、なのに、まあでもやることとしては確かに別の方がいいから別にしようになるんだけど、うん、なんかその辺の、例えばあのせめてもちろんそのつなぐのは人でいいよ、つなぐのは人でいいけど、プロジェクトまたいでこことここが関連性あるよ的なのを見せてほしいとか、あ、ブランディング戦略を作る上で、隣のターゲティングやらマーケティングはどういうこと考えてんのかなみたいなのが分かんないってこと。そう、なんかその今マーケティング戦略とターゲティング戦略こんな作業してるよって出るだけでも、あ、今情報共有しとこうかと なったりとか、あ、今まだこの作業だったらうちが早いからちょっとうちから声かけようぜとか、なんかそういうのができてほしい。なんか横のプロジェクトのタスクを見たいんだよね。なんか、なるほどね。そう、今のところはそのジラが一番神だと私は思ってるんだけど、ほうほうほう、そのジラはそのまあちょっと横連携はあれなんだけど、うん、縦連携的なあの、まあ、事業のゴールがあって、うん、このプロジェクトがあって、このプロジェクトの中でもいろんなフェーズがあって、うん、でフェーズの中のタスクってところまで結構落ちるから、うん、この辺のね、あの縦のつながりは綺麗に作れるんですよ、うんうんうん、でも横がねちょっとみたいな、なんかそうで、だから私も今日々いろんなプロジェクトのバツナギみたいな感じになってて、ちょっとあそこでまた似たようなプロジェクトやってるぞーいみたいな拾いに行く楽しそうじゃん。そうそう、わからんけど、そうなんだよね。だからぶっちゃけなんかその今自分のやってるプロ、あのうちのサービス事業が、うん、まあちょっとそのなんだろう、結構抜本的な立て直しをしてるんですよ、うん、本当に事業ゴールも変わるしみたいな、うん、事業コンセプトもこれから変わるしみたいな感じで、結構抜本的な変わる時期だから、いろんなとこと連携しないといけないし、いろんなステークホルダーが入ってくるから、うん、まだそのスケジュールが引けないみたいな感じなの、その正式な、うんうんうん、だからなんかもう今ちゃんと昔あれプロジェクト管理ツールでガントチャート引いてウォーターフォールでとかやったんだけど、うん、今もうそんなことできないと思ってて無理だろうね。そう、無理だね、無理だね、うん、もう1週間に1回状況変わってくるから、うん、だからもうそのタスクを状況を確認しては拾い、うん、みたいな感じだから、メモ帳みたいな、うん、なるほどね、感じで。もちろん、ね、そうみんなにこれやってねタスクはばらまくんだけど、うん、ばらまいた後はすみません各自お願いしますみたいな感じで、あの来週の定例までによろしくねみたいな感じで、もう定例刻みで、本当は良くないんだよ定例刻み、本当は。そうなの？そう、あのね、あんまりねやっぱ効率的では、時間的に効率的ではないと私は思ってて、1週間に1回みんなで集まって進捗報告し合うみたいな。そうそうそう、そのタスクによってはさ、1週間かからないものもあれば2週間かかるものもあるし、うん、1週間で集まるってなんやねんって感じじゃないですか。そう、でもみんなどうせその決まった時間に定例会を置かないと集まんないし、うん、でしかもその1週間でとりあえず頑張ろうねみたいな感じでやるのが一番今のところはいいから、それでやってるんですけど、うん、本当はプロジェクトマネジメント的には、うん、もうちょっといいやり方があるはずなんだけど、うん、なんかそこまではできる余裕がないみたいな。なるほどね、そういう感じ。余裕がないんだ。余裕がないね、やっぱ、まあ、状況も変わるし、うん、もうちょっとうまくやりそうな気がしつつ、うん、動く人がやっぱ今大きい企業だから動く人が多くて、うん、なかなかやっぱその辺はね、そうなんだ、うん、っていう感じで、人数少なくサクサク動ける組織は本当に羨ましいなって思う、うん、まあそうね、うん、まあまあ、遠くまで行くときはみんなで行こうって言うからね、 ね、近いときは少なくていいかもしれない。あ、そうなんだよね、うん、そうだから結構やっぱ規模も大きいし、うん、結構大きいことやろうとしてるから、もうこれはしょうがないなと思ってるし、うん、で各領域みんなプロフェッショナルだから、うん、そのプロフェッショナル同士の知恵を連携させるは絶対必要なので、うん、まあ今しょうがないかなって思いつつ、メモ帳メモ帳が一番いい気がしてますね。メモ帳が私も一番いい、そう、とりあえずメモしておけるし、自分が分かればいいメモでいいじゃん、うん、人へのタスクフリーじゃないから、うんうんうん
そうだからなんか書きとか書いておいてさこの書き書きなんだっけって後からまあ思っちゃうんだけどまあ思い出せるじゃんなんかまあね、そう、まあね、自分が分かればいいからね。そう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 、うん、でしかもアジェンダとかも自分書くから、うん、そのタスクがアジェンダになったりとかもするから、うん、なんかそういうのもメモ帳だとさもうねトゥードゥー書いてある下にすぐアジェンダ書けるから、うん、なんかそういうやっぱ柔軟性がやっぱそうです ね僕も最近ねついに東大元暮らしとはこのことで、ね、こいついたやんみたいな。そうそうそう、メモ帳いいよね。メモ帳いい。そう、そのゲッティングシングスダンって GTD って知ってる？うん、うん、あれのやろうと思って一回昔勉強したことあって、まあできなかったんだけど、でもそれにちょっと近しいとこある、うんうん、ゲッティングシングスダンは結局わーって最初拡散してでその中からこうどんどん分類してやっていくみたいな、うんうん、で分類がその人それぞれいろいろあるよねみたいな感じなんだけど、定期的に1週間に1回とかその分類をして棚卸しをしていくみたいな作業が必要になるんだけど、うんうんうん、結局それが続かないのとか、あとはその細かい設定とかに入っちゃうんだよね。タスクにタグ付けをしてこのタグを処理するのはいつみたいなになって、まあそれが回ればいいんだけどなかなか無理やん。そう無理、うん、無理そうそうそうっていうので、だから今はその GTD の発散してそこで終えているって感じで、そっからもう一つまみ終わったらまたスッ、短期も中長期もとりあえず書き出しはするんだけど、うん、その後も目の前のものをとりあえず一個ずつ動かしていくみたいなね。だから本当に、うん、いや最近ね、はい、結構面白い本を読んで、はい、世界一流エンジニアの思考法っていうですね、うん、マイクロソフトに今勤めてる牛尾さんっていう方の本なんですけど、はいはい、なんかたまたま気になって手に取って読んでみたらめちゃくちゃいい本で、で特になんかもういっぱい響いたんでいっぱいメモしてるんですが、うん、その中で一番響いたのがその優先順位の考え方、うん、何、うん、日本人はブワーってあるじゃん、ある、中で今日はこれと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 これやろうみたいな、で 1,2,3,4,5 って順位付ける、うん、優先順位をつけるとやっぱそんなイメージじゃん、うん、海外の人は違うみたいな。何、どういうこと、こういうザッなこのおもちゃ箱の中から1個ピックアップするみたいな、はー1個なんだって。いやー素敵、それがいい、それだよ、うん、だからなんか、うん、今でもちょっと気持ち悪いんだけど、はいどうぞ。いやそのなんつうの、その1個だけピックするっていうのはね、はいはいはい、気持ち悪いなと思うんだけど、まあさっき言ったその1個が終わるまで絶対に他のことをやらないルールを、うんうん、と併用して1個ずつ1個ずつ1個ずつっていうのを1日に何回もやっていけばタスクって多分終わるんだなと思って。わかるわかる、めっちゃわかる、めっちゃわかるわかりみがすごいあのねその、うん、私そのタスクが多すぎると結構目回っちゃうタイプなんですよ。あ、そうパニックになるじゃない。そうパニックなの、そう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 、あれもやんなきゃこれもやんなきゃ、そうそう、であれもね、あってなってふと気づく、あもうこんな時間何も終わっていないみたいな、寝ようみたいな寝るんかいみたいな、そうなるじゃん、なるなるなる、そうそう、でも、うん、とりあえず書いといて、でも全部はもうとりあえず見ないみたいな。あ、そうそうそう、で書いて、そう今何やるんだっけ、1個だけそうピックアップしてこれを終わらせる。でその1個が例えば集中しなきゃいけないやつだったら、うん、その前に全部細いタスクを全部待ち状態にするみたいな、うんうん、メール返してなかったら返すとか、そうだね、スラック返してなかったら返すみたいな。でその後は一旦全部シャットアウトして集中するみたいな、うん、あー、わかるわかる。そしたらシャットアウトが終えて戻ってきた時に、うん、あの待ち状態がまた向こうからまた何かしらのリアクションがあって、 ってそれに対して返すみたいな、うん、そうね、こっちにボールが来てて返そうになってる、本当にね、さっきの、うん、読む読む本読む読むとか世界一流エンジニアの思考法、はい、マジでこれ良かった。あ、本当、うん、ちょっととりあえずググっとこう、メモしとこう、うん、そうそうそう、これメモっとけば ね変えるんですよ。そうなんですよでそのメモがまたタスクになるみたいな感じですね。でもさ、メモで残しといたらさ消さないと気持ち悪い状態。あ、そう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 、そうなんだよね、はい、メモってます。世界一流エンジニアの思考法、牛尾さん、いやはい、おお、めっちゃいい本だった。しかもさ、なんかそれがある意味 AI じゃできないことだと思ってて、うん、AI はさ、これお前いいだろバーンってやるけどさ、 ある意味さ、人から与えられたものってさ、なんかって抵抗ない。そうね、その自分がやるって決めたっていう、うん、その自分でピックしている
自分が決めたからやる切るっていうのはあるかもしれない。そうそう、それはあるかもね。そう、絶対あると思う。でしかもさ、その AI 的に超、例えば私の思考を読み取って、うん、お前今日きっとこれやりたがるだろうって言われても、人間ってやっぱ気分があるからさ、うん、なんか今日は本当おもちゃ箱の中じゃなくて、本当今日はそれじゃないんだよねみたいな日あるじゃないですか、うん、ある、うん、そう、だからそういうのがまあやっぱね、最終的にはなんか AI じゃないんだろうなっていう気がしちゃうというか、うん、そんなこと思いましたよ。仕事もそうだし、プライベートもそうじゃん。あ、同じ同じ。プライベートもそうだし、うん、なんか言うたら、まあ、子供のさ、うん、なんか習い事やら学校やら何やらかんやらあるわけですよ、うん、あるある、うんうん、大変よ。大変ですよね。パパママ大変よ。大変ですよね。とりあえずメモっときゃなんかなんとかなる気がしてきて。確かに最近すごい心地がいい。それってその、例えばさ、あの家庭のやつとかだと奥さんとシェアしたりとかすんの？メモはシェアしてない。あ、別にシェアしてもいいかもしれないけど、うん、ね、なんかわかんないけど、あ、いや、なんかね、うん、はいはい、まあ試みたことはあった。あ、そうなんだ。あのそう、うんうん、結局家庭内タスクがあるじゃない、うん、うん、でだから誰がどうするみたいなさ、ね、あんたこれやってよとか、え、やってないのみたいな、なんかなるじゃない、うん、なるなる。そうそうそう、うんうん、きっとなるなる、うん、でなんかちょっとじゃあこのアプリを使ってみようって一回やってみたけど、まあ続かないよね残念、うん、まあでも、まあ、メモ帳シェアぐらいだったらいいかもね。そのお互いのなんかちょっとしたメモ、ね、なんか旅行行くから誰、あの、うんうん、習い事に振り替えの連絡をするメモみたいな、うんうんうん、確かに、確かに家の中でちょっとこれやんなきゃいけないねっていうのを書いといて。あ、そうそうそう、コストコで次買わなきゃいけないのリストとかね、まあ、そういうのは思いついた時にやっぱ書かないと。そうだよね、よしコストコ行くぞって時に書こうとしても絶対漏れるじゃん。あ、漏れる、うん、漏れる漏れる漏れるそうそうしかも2人でそれ出し合えるのはいいですよね。そのどっちかが漏れてても、あ、これあるじゃんって言えるから、うん、そうね、夫婦でメモ共有はいいかもしれないですね。いいかもしれない、うんうん、いや面白い、何気に盛り上がった。そうで、あとあれだ、あのメモをするときに、うん、あの割と余裕があってパソコンの前でメモをしている状況だったら、うんうん、2分で終わるんだったらもうメモらずにその場で終わらせる、うん、あーそれな、うん、あーそれはあるかも。確かに誰々に返信するってメモ、今返信せえやみたいなそれある、たまにあるそれ、2分で終わるのはその場で終わらせる、うん、確かに。でもメモにも残さない、 そうね、それが一番いいと思う。そうね、なんなら返信したので返信待ちっていうステータスだけ書いておけば、うんうん、はいはいはい、はい、あ、忘れないようにね。そうそうそう、うん、返信が返ってきたら見なきゃいけないし、どうせあの、うん、受信トレイで迷子になるじゃない、うん、だからたまに検索して、うん、おー帰ってきてたみたいなそういうのやる。そうだね、うん、それは言えてる。そう、タスクってさ、なんかそのもちろん完了が見えてるものはもあれば、こういう場合にこれをやるみたいなのもあるから、うん、なんかそういうのもやっぱメモ帳は書けるからいいよなってやっぱ改めて思っちゃった。やっぱフリーハンドで書けるのはいいね。素晴らしい。なんかメモ帳参加みたいになってる。いや、メモ帳最強説あるね。あるよね、やっぱ結局そこに戻るよね。いや、そうなんですよ、うん、一番シンプルなのが使いやすい気がしてました。そう、変なツールにアクセスしてログインする必要ないしっていう。あ、そうなんですよ。それで一番でっかい、うん、満員電車の中で書けるっていうのがやっぱ一番いい。あ、そうね、ぼーっとしてる時に思いつくじゃない、思いつく。とかやっぱこうポッドキャストとか聞いててさ、おすすめの本とか言ったら書く、書く、書くじゃない、うんうん何の話やって、タスク管理の話ですかね。メモ帳使えって話かな。メモ帳使えって話。でも、あの結構おすすめですよね、うん、これね、はい、おすすめ、おすすめ、うん、結構ひっちゃかめっちゃかなってる人はね、あの1メモ帳、うん、もう1ファイルにひたすら書くのがいいよね、うん、分けちゃダメだよね、うんうんうん、あ、そうそうそう、もうほんとそれ、うん、もうメモ帳私も1枚しか使ってないもん、うん、そうそう。あとはもうその人とやっぱタスクをシェアするってなったらツールがやっぱ必要だしっていう風に、まあそうだね、なんかその辺は使い分けが絶対必要な気がする、うんうん、その上司が部下のタスクを管理するとかもね、もちろん必要だしみたいな、うん、そう、だから多分このメモ帳も多分限界があって、その自分の範囲内のタスク、仕事とプライベートの話だといいけど、多分人とシェアするってなると結構わけわかんないし、うん、あのフォーマットもクソもないので、うん、もう本当にメモなのでわかんないよねっていうところなので、うん、まあ、そのチームのタスクの見える化とかっていうところは、まあ多分ツールあった方が、っていうかツールないと無理だ、ね、無理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 、うんうんうん、だと思う。私もなんかその、まあもちろんそのプロマネやってて、やっぱそのツールでどうやってメンバーのね、タスクを可視化するのかとか、うん、その誰が何をやってるのかをチェックするのはもうそれがないとできなかったし、うん、でだからむしろそのそこのタスクの流度とタイトルの書き方にめっちゃ心血注いでたぐらいだからパッと見で何やって何なのか分かるようにしてくれって感じ。そう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 、どういうタスクを誰に振るのかみたいなところとか、その期日をいつまでにするのかとか、うん、まあ、そういうのはやっぱツールがないと、うん、まあ、無理だよねっていう。そうだね、うん、そういうのはあるよね、うん、
あくまでねメモ帳はその個人だね。そう個人個人、うん、でも個人ができればスモールビジネスはもうそれぞれの、ね、会社なのでスモールビジネスはメモ帳まあでもやっぱ一人だったら、まあ、メモ帳でいいのかもね。まあでも一人だったらまあいいと思うね。結局そこに行けば次何やればいいか分かる安心感と、うんうんうん、消していくその達成感みたいなのもある。そうだね。だから、まあ、変に先延ばしする人はもしかしたら期日とかつけてっていうツールの方がいいかもね。ああまあそうだね、うん、まあほんと人それぞれ。そうそうそう、うちらはちょっと前のめりタイプだからさね、そうね。一人でもね、まあ、リマインダー使うのが好きな人とかも、ね、ああまあ期日決まってるものだったらリマインダーつけれるし、なんか日付入れたらさ、なんかうんうん MacBook 上でなんかカレンダーの予定そのまま入れれたりするじゃない。うんうんうん、だからまあそういう便利な機能は使いつつって感じですね。そうだよね、うん、リマインドも大事、うんうん、はい、そんな感じですかね。そうですね。いやタスク管理みんなどうやってんのか教えてほしいね。逆にリスナーの人、ね、もしよければコメントなどでください、はい、ちょっと僕こういうのやってますとか、そうそう、このツール使ってますとか、このツール買うんですよ、はい、みたいな、ぜひぜひよろしくお願いします、うん、お願いします。はい、というわけでボックスも番外編でございました、はい、バイバイ、バイバイ。